江户时代被誉为浪花第一医师的北山寿庵，他是中国明朝移民马荣宇与长崎义妓通口市于长崎所生。1661年，北山寿庵因治好了和歌山的济州藩藩主德川赖宣而一举成名。后来他在大阪道修谷开设医院行医济世，众多药材商人纷纷聚集于此，这就是医药之街道修町的起源。すいません、はい、医師国家試験の受験票の受け取りできました。はい、お願いします。はい、はい、分かりました。はい、これです。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、653、あった！おっしゃ、合格！おっしゃ。はい、もしもし。拓也、番号あったか？いや、ない。落ちた。え、本当か？何度も確認したか？ああ、何度も確認した。いや、番号の取り違いとかそういう向こう側のミスがあったんじゃないのか？とりあえず明日学校に聞いてみよう。いや、無駄だよ。正直、試験を終えた時に思ったんだ。これじゃあ無理だろうなって。じゃあ、用事あるから俺こっち。ああ、わかった。じゃあ帰る時またな。拓也、大丈夫か？大丈夫だ。心配ない。拓也！無理しないで。
何があったか覚えてるか？歩いてる時にめまいがあって、それからは何も。その時、廊下で倒れる君を見かけて、ゆうとくんと一緒に運んできた。そうでしたか。私は医者でもあるから、見ておこう。ゆうとくん、ポットとグラスと生薬持ってきて。はい。ありがとう。脈を測るから両手見せて。あ、はい。うん、大丈夫だ、心配しなくていい。よかった。それは漢方ですか？そうだ。はい。心配ない、飲んで。はい。コロナの後遺症を抱えてるって優斗くんから聞いたが、どんな症状だか教えてくれるかい？ええ、倦怠感があって、それと視界不良が。視界不良の後に頭痛もしくはめまいが来るかい？はい。うん。一日二回これを飲んで。はい、わかりました。それとどうしても生活に支障が出るようならいつ電話くれても構わないから。はい、わかりました。じゃあしばらくゆっくり休んでって。ゆうとくん、大丈夫か？ああ、面倒かけてすまない。では今日新たに2038人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。2日ぶりに東京都の感染者数を上回っています。また16人の死亡が確認されました。専門家は今の増加ペースが続くと2週間後には感染者が1日5000人を超え過去最多となると指摘しております。あなたは今の流行り病に何を思いますか？先生、しばらく見なかったから心配していたよ。すいません。謝らなくていい。その後体調はどうなん？おかげさまでよくはなっています。でも記憶力がどうしても戻らなくて、勉強しても全く成果が出ないんです。まだ休むべき時なんだな。無理をしてもかえって状態を悪くすることもある。まあ飯でも食いに行くか。
北山寿庵の話をしよう。はい、ありがとうございます。寿庵の父親は馬英雨といって、中国の明の時代に福建省の長楽から長崎に来た薬種商人だった。ま、食べて。いただきます。この積みで幽庵といってな、その福建省の名物料理なんだ。すごく美味しいですだろう。話を戻すが、寿庵の母親は長崎の今でいう芸者だった。寿庵は父と共に大満行という中国の僧侶から医術を学んだ。そして北山寿庵を一躍有名にした出来事がある。彼が28歳の頃、徳川家康の十男である徳川頼宣の難病の治療に成功したことだ。その時寿庵は頼宣からの謝礼を断り、代わりに庭の石を譲り受けた。なぜだかわかるか。何でしょう。その庭の石を使って自身の石像を作ったんだ。それが今太平寺の北山不動になっている。そうでしたか。寿庵はその後小倉の範囲を経て大阪土生町に院を開いた。だが最初から土生町で人気を集めていたわけではない。なんと自分を宣伝するために町へ出て大声で叫んだんだ。読めない難しい漢字なら私が読める、治らない難病なら私が治せるとな。ちょっと変わり者の一面もあったが、寿庵は医は仁術を体現していた。貧しい人からは代金はもらわず、逆に米代を与えていた。だから彼の周りには多くの人が集まるようになった。漢方薬の調合の指導にも熱心だったんで、教えを請う人々が医院の周りに住み着いた。それが土生町が薬の町になるきっかけだと言われている。そうだったんですね。だが自分の利益を求めない寿庵は常に貧しかった。江戸時代初期の日本で大幕禅宗を開いた隠元禅師やその弟子の大満光はその人柄を称えていたそうだ。そして1701年3月3日生きたまま石像の下の石室にこもり、万民救済を願い真言を唱え鐘を叩き続けた。寿庵の生存を知らせるその鐘の音は12日後に途絶えたそうだ。なぜ即身仏を選んだのか、今も北山不動には参拝者が絶えない。私はいつもお不動に誓っていることがあるんだ。それは流行り病と戦い続けるということだ。
では内服薬をそのまま出しておきますね。はい、わかりました。じゃあまた1週間後に受診してください。はい。はい。久しぶりだな。おお、久しぶり。噂を聞きつけて来ちゃったよ。同窓会にも全然顔出さないからさ。いやいや、構わないよ。せっかくだし、小さい博物館があるから案内するよ。おう、頼む。一巻は巻物で、一冊は紐で結ばれた木の札の象形文字だったんだよ。そういうことか。それにしても拓也が医者になって本当に良かったよな。そうか。本当にいろんなことがあってさ、試験にも落ちて医者になるの諦めかけてたよな。ああ。何が拓也をそんなに突き動かしたんだろうってちょっと不思議に思ってたんだよね。それはな、江戸時代に大阪で医院を開いたあるお医者さんがいたんだ。特に貧しい患者を親身になって診療した。礼金は取らず、逆に米代を与えていた。だから彼は常に貧しかった。それでも優れた医術で有名になり、何は随一と呼ばれるようになった。俺もそんな医者になりたいと思ったんだ。ただそれだけだ。なるほどな。Thank you.